よしご。みんな、お久しぶりです。ホースの監督の村田です。いや、12連敗を喫したというんですがね、オリックスに対して、吉野部宮城からなんと、2つとも勝ち星をもぎ取って2連勝。いやー、まあ、わしの采配のおかげですね。で、これで、まあ、いい流れが来ましたよと。まあ、今日から鷹の祭典ですが、そんなもう関係ありません。まあ、引き続きこのわしの神采配で。とりあえず、ペット、今シーズン初の鷹の祭典の勝利を挙げてね、まあ、ここから大型連勝を勝ち進んでやろうかな、と思ってたんですが。本日のホークスの先発は東山。ね、初回5失点。おいなお。いいや、初回5失点って、お前。いや、もうポンポコヒット打たれ続けてね、気づいたら5失点になってました。びっくりしました。そんな出落ちある？いやー、これはまるで、この間の悲劇の七夕、有原が初回大量失点したのと同じような空気でね、まあそこから12連敗始まったんで、ちょっとこれ非常に嫌な予感がするぞと、このまま負けたらまずいぞと思っていたんですが、なんとオークス、2回裏には柳町と今宮のタイムリーで2点を返し、さらに3回裏には、なんと、3番近藤のツーランホームランで2点を返し、5対4。一挙に1点差と迫りました。よし。それでねえ、それで。わしにかかれば、点を取るなんてたやすいんですよ、と。まあ、これで1点さ。あ、もうあとは簡単や、お前ら。ペット点取って、ペット勝てと。これもろたと思ってたんですが、直後。3番角中3弾、ポーン！またお前か。またお前か、おい。前回さ、12連敗決めるサヨナラツーランぶち込んだばっかりやろ、おい。角中。で、前回試合後動画でわしが、54年ぶりの12連敗くれ上がってと、人の心ないんかと。バスとして人の心取り戻せと、54年分の心のノート強制行為させたばっかりやろ、おい。何も反省しないな、おい。いやー、もうね、あの程度のバスじゃ足りんかったということですね。角中勝也、心のノート108年分強制購入、行かせていただきます。読め。毎日。180しろ、おい。煩悩の数だけ読み散らかせよ、心のノート。もう今度こそね、ホークスに非人道的な行為をしないことを、わしは心より願っております。まあ、とりあえずね、その後、牧原が、ツアウト1、2塁からタイムリー放って、8対5って大やぎはしたんですが、もうそれ以降お互い点取ることはありませんでした。まま8対5で負けと。まあ、つまり、今日の試合まとめると、5点取られたので、4点取り返したら、また3点取られました。すぐ失点する、本当にも。なんかね、もう穴の開いたバケツにね、延々と水注ぎ続けてるみたいな感覚でしたわ。点取っても取ってもどんどん引き離されます。一緒や打っても。これでね、今日も負けたということで、鷹の祭典今シーズン0勝7敗。去年と合わせると1勝15敗ということになりました。ね、もういよいよなんか偶然とかそんなレベルで片付けられない話になってまいりました。まあこれを、わしを重く受け止めてね、選手たちには、まあ鷹の祭典ユニを、まあ1着5万円で1人10着売りさばくまで帰ってこれないというね、行商の旅に出させようと思います。はい。まあこの呪いのイベント、せめてもうさらに金を埋めと。はい。明日は大関が投げるということで、明日こそは鷹の祭典初勝利してくれることを願っております。まあ、しゃあないよ。勝つ日もあれば、負ける日もある。143試合もらえるから。本日も最後までご覧くださり、ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほなまた。グラシアス。